今回の事前講座では3月31日夜桜の第一夜の演目能三輪の解説を実際の三輪の舞台進行に沿ってお話をしていき、見どころを知っていただきたいと思います。まず能が始まる前にはお調べというお囃子の音色が聞こえてきます。これは笛、小鼓、大鼓、太鼓の楽器のチューニングのようなものでございます。このお調べという音が聞こえてくると能が始まるんだなと、そういった合図でもあります。能というのは鈍調がない特殊な演劇空間です。一般的な演劇というのは鈍調が普通ありまして、幕が開いてそこに世界が広がっている、そうして物語は始まっていきまして、場面が変わるときには暗転をしたり幕が閉じたりとして場面を切り替えていくと。しかし能というのはこの客席に突き出すようなせり出すような特殊な舞台構図をしておりますので、暗転などすることなく1演目終わるまで照明変化もなく静かに淡々と進んでいくと。また客席にも特徴があるかもしれません。能舞台というのは正面とこちら脇上面と呼んでおりますが、前方から向かって左手、そしてその間と、正面、脇正面、中正面、この3箇所より能というのは見るというのが基本的なこととなっております。お調べが終わりました。あと幕が片幕といいますが少し開き、笛、小鼓、大鼓、太鼓の4つの楽器、4人の演者、奏者が舞台へ出てまいります。長い橋がかりという長い廊下のようなものをしずしずと淡々と進んで、そのお囃子方の先頭、すなわち笛がこの舞台、三弦四方の本舞台ですね、三弦というのは約6メートル ×6 メートルのこの空間、正方形の空間、その後ろにはこう横板といって板が横になっておりますが、この横板の辺にかかるとき、片幕から橋がかりを経て横板へと、すなわち本舞台へと歩みを始めるときに合わせて自由隊と呼ばれる、通常8人で構成されるバックコーラス隊のようなものです。この8人の自由隊が今度はこの反対の切り戸という扉から出てきます。切り戸という扉は正方形ぐらいの小さな扉で、かなりよいしょとかがまないと通れないような小さな扉なのですが、そこから自由隊が出てきて、すなわちこうほぼ同時に自由隊と囃子方がこう入ってくるわけですね。そしてそれぞれ所定の位置に座りまして、準備が整ったらば演奏が始まると。しかしまあこの音が鳴り始めてから能が始まるっていうわけではなくて、まあ幕が開いたらですね、もうそれは能が始まってると。ですから能を初めて見るお客様はいつ始まったのかわからないと、もっと言うといつ終わったのかわからない、だから拍手をどこですればいいかわからないなんていう質問もよくいただくのですが、まあそれはおいおい話していきたいと思いますが、能というのはともかくこのように静かに始まるというふうになっております。そして笛が笛吹き始めた後、まず脇の弦品という層が舞台へと登場します。脇というのはしてに対峙する役、してというのは一曲の主役のことです。脇というのはその相手役、してを引き立たせる役でもあり、また物語のストーリーテラーでもあります。どういうことかというと、してというのはですね、大体能は前半後半2場面に分かれていることがほとんどなのですが、前半ではよくわからない人物で、その人物がいえ私は実はこういったものなのですよと正体を明かして消えると、そして後半になったらその正体が現れて、まあそれが神であったり鬼であったり何であったりいろいろあるんですけれども、舞を舞うと、あるいはまあ戦うとか、まあいろいろあるんですけれども、そういうふうになってるんですね。で前半はよくわからない人物であることが多いので、あなたは一体誰なのかということを問うわけです。そうしないと物語が進んでいかないんですね。そういったことをするのが脇、
すなわちしてを引き立たせるためでもあり、また脇というのはこの能舞台の空間と客席とをつなぐ役割としても機能しております。どういうことかというと、してというのは、まあ、先ほど申し上げた通り、いろいろなさまざまな属性になるわけですね。ある時は神であったり、まあ、戦いの武士であったり、優雅な舞を舞う女性の亡霊であったり、花の精であったり、まあ、鬼であったり、あるいは我が子を失った母であったり、さまざまになるわけですね。そういった人ならざるものの空間みたいなものがこの能舞台では存在する。そして客席というのは、まあ、いわば人間界ですから、その客席と能舞台をつなぐ役割として脇というのは非常に大事な担当をしていると、まあ、扇の要のような存在でしょうか。それがなくては能がバラバラになってしまう。そのように脇というのは大変大事な役割なのですが、大抵の能においてはまず最初に登場して、私はどういった人物です、そしてこれからどこどこへ向かいます、あるいは今はどういう状況ですという、まあ、状況説明、場面説明をいたします。この原品という層は、まず舞台へ出てきて、私は原品という層ですと。そしてこれは旅の途中ではなくてですね、原品は三輪山のふもとに住んでいますので、そういったことを述べて、脇座と呼ばれるこの舞台、客席から見たい舞台前方右手の柱、これを脇柱と言います。ここに座ります。大抵脇というのは最初に、まあ、お話をした後、この脇座に座って、あとは能が終わるまで、まあ、短い演目だと45分ほど、長い演目だと120分ほど、まあ、ほとんど動くことなく大抵ここに座ったままでいると。もちろん歌いは歌いますけれども、そういった風になっております。脇が脇座に座した後、今度はしての登場となります。このしては、まあ、年若くはない、まあ、中年ぐらいの女性でしょうか。装束のいでたしとしては色なし、紅が入っていないので年は若くないということがわかります。この女性はですね、とても不思議な人物で、毎日原品のもとに赤の水と色味、すなわち水と木の葉を持って訪ねるんですね。で、まあ、原品はこの女性のことが非常に気になっていると、そういう状況であります。しては橋がかりを経て、舞台のこの辺り、原品が最初に歌いを歌った辺りに行き、まずこの囃子方の方、後ろを向いて歌いを歌います。三輪の山本道も同じ、三輪の山本道も同じ、ひいばらの奥をたずね。三輪の山本道もなし、三輪の山本道もなし、桧原の奥を訪ねんと。三輪山のふもとには道もないような険しい場所であるけれども、桧原の奥、そこに原品が住んでおります。そこの方へ、奥へ奥へと進んでいこうと、そのようにこの女は歌いを歌います。その後、原品の場面へと今度は切り替わり、原品が歌いを歌い始めます。美しい歌いとなっておりますので、お聴きいただきたいと思います。三島には夜五輪の月をいただき、
悲しけれ飽き果て濡ればああ夜になると山の頂に丸い月がぽっかりときれいに浮かんで見えると、そのような人が誰も訪ねてくるところがない、そんな場所に孤独な私は住んでいますと、そのような歌いを歌うわけです。シテとワキがそれぞれ歌いを歌った後、シテはもしもしと訪ねていくわけです。そうしてシテとワキが対峙して二人の会話が始まっていきます。ソウの家へと入っていった女は元品にこのように申します。秋もよさむになりそうらえば御衣をわらわに一へたまわりそうらえと、まあ、このミワというのは設定とした秋なんですけれども、晩秋ですね。秋が深まり寒くなってきた、夜が寒い時期になってきたので、あなたの衣をいただけませんかと、そのように脇へとお願いしますと、脇の原品は心よく衣を指定と女へと差し出します。このように指定と渡し、女は受け取り衣を、そして振り返りこのまま帰っていくと。そうするといきなり脇へと呼び止められまして、一体あなたは何者なんですかというふうに脇へと聞かれます。脇へ問われた女はこのように答えます。私が住んでいる場所はとても人が立ち入るような場所ではない、三輪山の方であると。しかしそれでもなお私のことを不審に思い訪ねてきてくれるのであるならば、このいただいた衣を私の家の杉、玄関に杉があると、そこにかけときますと、そのように女は言うわけです。で、実際のお能ですと、この衣がですね、ここにこう作り物っていう、まあ、あの三輪の山を表す大道具が出すんですが、その大道具にこのように衣がかかります。これはまあ前半が終わる頃、前半と後半の間のところでこの衣が後見という、まあ、舞台進行を担う黒子のような存在ですが、後見によってかかると。この衣がかかっていて、すなわちこの女の住みかだっていうことがわかるわけですね。でそもそもこの作り物というのは、まあ、三輪の山を表していて、山にこの女の衣がかかっているとは、これすなわち何ぞやというふうになってくるわけです。後半の場面は衣がこの作り物にかかっているのを発見した原品の歌いから始まっていきます。蜜の輪は清く清きぞから衣、来ると思うな取ると思わじ。女が消え失せた後、ところのもの愛狂言愛語りの人物と原品は会話をして、そして三輪山のふもとへと訪ねていって、自分が女にあげた衣が三輪山のふもと御神木に、杉の神木にかかっているのを発見します。そしてその衣には和歌が書かれておりました。蜜の輪は清く清きぞから衣、来ると思うな取ると
思わじ。これは三輪空尺という考えを述べたものです。人に物をあげたとき、与えたときは見返りを求めてはならないと。三輪、三とは人に物を与えたもの、そしてそれをいただいた側、そして物そのものを指します。空尺というのはこの世のものはすべて空であるという考え方。この三輪空尺とは、まあ、お布施などで人に施しを与えたとき、その見返りを求めてはなりませんという言葉、和歌になります。それがこの衣に書かれておりました。衣に書いてあった和歌を読んだ後、どこからともなく女の声が聞こえてくると、玄品僧図はこれは三輪の神の声だということに気づき、姿を見せてくださいとお願いします。それに対して宮明神は、恥ずかしながらそのように言われたのならば私の姿を見せよう、ただし私の罪を救ってくださいというふうに言います。それに対して玄品は、いや、罪というものは人間が持ち合わせているもので、神であるあなたは持っているはずがありませんと、そのように答えます。それに対して三輪はまたこのように答えます。いや、神も罪を持っていると。本地垂尺説という考えがありますが、これは日本にもともとあった神道に後から伝わってきた仏教の考えを合わせ神仏集合させたものです。仏が仮の姿で神となってこの世に現れ、まあ、主生、生きとし生けるもの全てを救う、このような考えでございます。この考えをもって我が罪を救いたまえと、そのようにこの宮明神は言うわけです。そうして自由体が謡を引き継ぎ、四方を布で囲われた、まあ、この作り物ですね、作り物の中で、前半の女から後半の宮明神へといでたちを変えているのですが、この作り物に囲われている布、引き回しという布を下ろして、いよいよ宮明神が登場いたします。宮明神は姿を現して2つの神代の物語を歌い舞います。1つ目は三輪の新婚説話、そしてもう1つは天の岩戸の故事です。この天の岩戸の故事の部分が能の三輪のフィナーレ、最後の部分を飾ります。天の岩戸の故事、ご存知の方も多いと思いますが、天照大神が隠れてしまったわけですね。岩戸の中に隠れてしまって世界は暗闇となったと、また常闇と、暗闇になったことを指す、このような型を持って世の中、世界が暗くなったことを指します。そうしてその後天照大神が岩を少し開くと光が漏れ、人々の顔が白く映ったんですね。光が漏れて白く、顔が白い、表が白くなると、これが面白いという言葉の語源の一つという説もございますが、まあ、このような天の岩戸の物語を語って能の三輪は最後を迎えます。前半は玄品僧図と女性との、まあ、非常に静かで美しいこう会話、景色が見えるような淡々と静寂に包まれて物語が進んでいきまして、後半では三輪明神が神代の物語を歌い舞うと。この三輪はですね、解釈も様々ですし、見どころが非常に多いと、特に天の岩戸の能の最後の下りは非常に歌と型のバランスが良くてですね、大変面白い内容となっております。夜桜能というのは、まあ、屋外の舞台ですから、三輪明神のいでたち装束がですね、松明に照らされ、揺らぎを持って、あるいは風で衣服がたなびいてと、
自然と一体となる能本来の、古来から伝わる能本来の形を感じていただける。三輪はまさに夜桜の能舞台で舞うにふさわしい素晴らしい演目だと思います。3月31日初日の三輪、まだチケットは若干残っているそうでございますので、この動画をきっかけにご覧いただきたいと、ぜひお待ちしております。また、夜桜の第2夜、4月1日の演目は船弁慶でございます。こちらは、説明するまでもなく大変よく演じられる演目でございます。源義経、武蔵坊弁慶、平知盛、静御前、さまざまな人物が登場し、前半は静かと義経の別れの舞、後半は平知盛が薙刀を振りかざし義経と襲いかかる様と、場面転換も目まぐるしく、女性と男性、静かなものと静と動と、さまざまな対比を感じていただける非常にテンポの良い演目となっておりますので、こちらもご覧いただければと思います。また夜桜の第3夜は梅若現象、また夜桜の第3夜は梅若家による大般若でございます。大般若という演目は宝生流にはございません。私も今回夜桜ので見るのが初めてでございます。三蔵法師の物語でございますが、こちらも非常に面白い曲だというふうに聞いております。夜桜の舞台で私自身見れることをとても楽しみにしております。また最後になりますが、私は3月31日夜桜の第1夜において高砂の舞囃子を舞わせていただきます。私は子どもの頃より夜桜能の舞台に小方として、そしてその後は連れ、支店に準ずる役として舞台へ出たことはございますが、舞囃子を舞わせていただくのは初めての経験でございます。舞囃子というのは私が今着ておりますような紋服、紋付き、袴姿で、夜桜能では上下を着るのですが、そのようないでたちで舞う略式演奏の一つでございます。高砂という能の中で最も神の崇高なものを表している奉納にふさわしい演目を颯爽と舞わせていただきたいと思っておりますので、こちらもぜひご覧いただきたいと思っております。本年の夜桜能は、コロナ対策により例年の客席数を約半分ほどにしまして、お客様をお迎えいたします。夜桜能は30年弱、今年で28回になりますが続けてきまして、1日あたり約1600席ほどの客席数を誇る大変大きな滝技能へと発展していきました。今年は満員御礼とはいきませんが、万全の対策をしまして皆様のご来場をお待ちしております。具体的には受付前に検温消毒のためのテントを設けます。すべてのお客様は検温消毒をした後、半券チケットを自分でもぎって夜桜能の境内のテント内へとお入りいただきます。今年は皆で集まってワイワイお酒を飲みながら、ご飯を食べながらお花見、そのようなことはできないことかと思います。夜桜能へお越しになっていただき、にぎやかにワイワイ楽しむのではなく、静かに自然の中で遥か古より伝わる能を見て、肌で感じて花見としていただきたいと、春を体で感じていただきたいと、私ども夜桜の運営者一同皆様のご来場を心よりお待ちしております。